レッツゴー。ピューって出すんだよね。ここです。ここだね、はい、今日は反対からです。また来ました。お気に入りになっちゃって、ね、じわってきたのね。準備 OK。 はい。ハロウィンなので。利用料が、宿泊代3000円、電気代500円、ドッグランの1棟800円、2棟目500円、入浴代が1人650円 ×2 なので1300円、トータルで6100円です。今日のビールはWCB。 すごい色じゃない？うん、アメリカ継ぎでいい？アメリカ継ぎでお願いします。これ裏返すんだよ。ああ、そうだった。完全ジャケ買い。超可愛くない？可愛い。これでしょ。うん、はーい。ああ、美味しい。ホテルの人にも言ったけどさ、うん、なんかじわるよね。だって最初さ、私たち散々んなこと言ってたよ。暖房、ね、とかさ、昭和とかさ、ガチハロウィンとかさ。でもそれはちょっとピーだけど、うん、でもさ、翌週にさ、来るって初めてじゃない？初めてだね。また2回、うん、なんか後からじわじわ、なんかいいねってね、うん、ホテルの人も本当にみんな親切ね。どれだけ素敵なところよりもなんか人がいいところに行っちゃうよね。何時から始める？もう始めたいな。なんか外でのんびりできてよかったな。先週だったらさ、もう暑くてこんな外でビールなんて飲んでられなかったよ。たった1週間でこんな違うんだもん。本当だね。先週はちょっと異常だよね。異常だよね、本当。ワンコたちがさ、うん、違う、肉の気配を感じ取ってる感じ。何、もう全部仕込んできた感じ。できた。結構な量じゃない？結構な量だった。入れてる時思ったけど、今の季節だけに取れる子持ちの鮎。なんかお腹ぷくぷくだね。よく触れるね、うん、私川魚特に触れない。川魚だから嫌いだよね。臭くてさ、ほら食べると美味しいんだけどね。どう？ほら、ここでもピューって出すんだよね。やめてもそういうこと言うの。ハロウィンはやっぱりこのグラスだよね。乾杯。ちょっとなかなか美味しいワインなのにこれだとちょっともったいないね。もったいないわ。我々世代は知ってると思うけど、グレッグ・ノーマンのワインです。何それ？全然知らない。うん、全然知らない。男の子たちが向こうで楽しそうだしね、バーベキューしてね、出来上がり。出来上がりです。熱っ。うわ、すごい、ほんと卵が入ってる。あゆに、うわ、美味しいね。すごい、美味しい。日本じゃない？ワインじゃないね。ああ、なんでワインなんか飲んでんだろう。卵の量が多い、うん、ちょっと角度とか変えていただいて。なるほど、はい、なんかいい感じで使っていただければ。適当にこうやっていただいて。あ、はい、ありがとうございます。ワントレステッカーを貼ってくれてるって嬉しいね、うん、施設に置いてもらったの初めてじゃない？そうですね、施設に。そんな普通施設置いてくんないでしょ、ね、うん、宣伝しないとね。ちょっとビデオ編集し直すわ。ね、なんでそんな気色するわけ。すごいね。それ何、糸引いてるわけ。糸を出してる今から。どう？美味しかった、この鮎は、うん、今日は、うん、ね、うん、全部やっちゃうね、うん、とりあえず、うん、ちょっとダメ。
待ちなさい。超美味しそうだよ。よし。うわ、すごい食いつき。いくらなんでもここちょっとねえ、こんな真ん中じゃなくていいよね。うん、これ外すにも外さないじゃん。どここれ。うん、いろんな人が貼っていってもらったらいいスペースにしてもらえるんじゃないか。夜もドッグランできます。最高だね、ケンちゃん。偵察が何、私娘さん、リーさんこっちね、これもいいよ。あっち。あれ。いただきます。どう？美味しい。美味しい。うん。見せびらかしに来んの、ニコちゃん、ほら。水棒いいじゃん、これ絶対美味しいよ。美味しいよね、これ。冷凍庫入っとこうか。冷凍庫入るかな。美味しそうじゃん、でも。ねえ、入れるか、入る、入る。それ、それ、ヤギリの私、うん、なんか変わってて。これ何、千葉の？千葉じゃないみたいだ。あ、ヤギリの私だから、そっか、松戸の方か。買ってみよう、これ。